この警察っていうのは、はい、ここは暴動が何回もあったと。ああ。だから、ここは外から入られないと。へぇ、残業に守って。ああ、なるほど、こういう。ここ出世コースだから、西成っていうのは。あ、出世なんですか。出世コース。へぇ。西成、何は南警察、船から。あ、飲み屋の人ですかね。あれで連れてかれて、そう、金持ってる。そうですね。そういう感じです。あ、これありましたっけ？ない。なかったですよね。最近。あ、でも、クイリーの家やから。最後だね。お前さん、でもあれだけど、300円で驚いたけど、お前さんもこれ、5回以上来てるから。これまたあなたに成長。あ、すみません、ありがとうございます。成長でね。はい、読みますか、言って。で、この成長、100巻読むというね。はい。あ、はい。もう西成は長いんですか、そういう レポというか取材。10年以上やってるんだ。あ、10年を。20年。あ、20年、うん、で、なんでここで捕まる人間っていうのは、はい、職質かけられるパターンが多いんだ。あ、なるほど。なんでかって言ったら、そこら、そこの前も戦われちゃったけど、そこの建物3階に警察が張ってたんだ、はい、あ、このビルというか、そう、これも今建て直しちゃったんだけど、前のビルさんの日、そうなんですか、 そこで見てたわけですね。それで見せ、あれ、もうあれですか、20年前とそんなに変わりはない感じなんですかね、今この辺。だいぶ変わりました。警察っていうのは、はい、ここは暴動が何回もあったと。あ、だから普通の警察署っていうのは、はい、あの外から入れる、簡単に入れて、はい、出さない仕組みなんだけど、はい、ここは外から入られないように作るんですよ。へぇ、残業に守って。あ、なるほど、こういう感じで。そう、ここ出世コースだから、西成署っていうのは。あ、出世なんですか。出世コース。へぇ、西成、南警察、船たちとかは出世コース。いや、ここが、あ、そうですね、この門が。もう入ってくるなって感じで。そうですね。かなり。やっぱ暴動があった文化があっての。これですか。
旅行の時。あ、これありましたっけ？ない。なかったですよね。はい、最近、じゃあ駐車場のところにもなんか貼ってあって。貼ってあるね。ねえ。ちょっとびっくりですけど。はいで、はいよ。あ、僕はハイボールで。ハイボールで、はいよ。あ、寄るんだ。あ、はい。すいません。そうなんです。映りますので、そしたら三角公園で夏祭りそうあるんで、あ、じゃあもうそこで楽しんでちょっとここにフラッと寄ってきたりとか、ね、そうですね、でも結構安いんだね、そこのお祭りも。僕らも思ってる焼き鳥、やろうかなと思ってて、や安いって聞かないと、やっぱりここより、ここよりもだいぶ安い。これの飲み物で言うたらもう多分半額ぐらいですもん。150円とか、簡単ですね、砂糖帽子とかですから、それでも150円とかでやったりですから、十分ここでも安いと思うんですけどね。まあ、確かに。あ、チャーシュー。神の力ですね。完璧神の力。雨がやみました。マジで神の力でやりましたね。まだもう歌われへんがな。歌ったらもうほんまやねん。わかほんまやねん。おやさん何します？生でいいか？生でやるよ。ごめんあ、でも食い逃げの家やから最後だね。おやさんでもあれやけど、300円で驚いたけど、おやさんもうこれ5回以上来てるから300円。危ない、はい、おやさん危ない。俺はね、あ、いいよ、ごめん、ちょうど、はい、おやさん510円入れてよ。いや、預かってんね、預かられんよ、ほんとダメですよ、やっぱ気取るお金なんでね。はい、いいよ、じゃあ次で強くなったやね、わし。おやさん、まず下でどこ使うけやね、いいかな。あ、その衰退じゃないか。悪くないです。これあの機械のな、製造メーカーの あれやろ、この何あのエアコン、あんなんの本体を加工しとって。なるほどね、おやさん。私、昭和20年の時に、ね、小学校2年やで、新生昭和なやつやろ。あ、やめて。珍しい。あ、飲み屋の人ですかね。中国人。うん、中華人。ですね。あれで連れてかれて、そう、金持ってる。そうですね。そういう感じです。いや、今日は楽しかったです。なんかいろいろなご縁が。いい。で、まだそのまたの来る機会があれば。ちょっとお願いしたいです。わかりました。花さん、今日は最後までありがとうございます。いい。ちょっとまた何かあった時はちょっと。わかりました。なんかね、ちょっとまたテレビでお会い。わかりました。見るのをお楽しみ、はい、楽しみにしてます。わかりました。はい。お疲れ様です。お疲れです。頑張ってください。はい、すいません、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、失礼します。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。
ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。